待って、こういうところにも雑草生えてくるの？ええー。いや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 。砂の上に生えるなよ。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は、2020年6月28日、日曜日の午前11時23分です。今日は特にお知らせはありませんが、さっきお茶を入れたら茶柱が立ったんですよ。あ、私言ったら個人的なお話をしてしまってすみません。では、本日も楽しい一日になりますように。もうなんか静江さん茶柱立ちすぎて、全然珍しくないやん。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もうほら、バラに道を塞がれている。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶっちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金1404ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。よし。違う違う。お、ハッピーホームアカデミー。なんで私ツンドラさんのやつを星つけとんやろ。アイナさんのお部屋は 79,621 ポイント、ランク S。積み木テーマの家具が集まってきましたね。お部屋に統一感が出てきています。この調子でコンプリートを目指してください。ハッピーホームアカデミー。あ、これは子供部屋のこと言われよんやね。あ、リビングとかだけじゃないんや。見てくれるの。そして、モニカ。こんにちは、アイナちゃん。メッセージカードって。何を書こうかいつも迷っちゃうんだよね。伝えたいことはいっぱいあるけど、文字にすると長くなっちゃうし。はーん、上手にまとめられないよ。考えすぎちゃう、モニカより。かわいい。ちょっとそれじゃあね、私。ま、今日は日曜日ってことで、うりちゃん、あ、アジサイが咲いている。何いいこと教えてあげるよ。やるせないものを誰かに伝えたいとき、使えるリアクションがあるんだ。こんなにたくさんバレンタインチョコをもらっても、一人じゃ食べきれないよ。こんな感じで思いを伝えたいとき、このやれやれを使ってごらん。共感してもらえるかも、まさしく。季節。バレンタインとか季節感なさすぎなんですけど。やれやれなリアクションを教えてもらった。ほんとかな？やっほー。あ、いらっしゃい。株売り始めてまだ少し。日曜の午前中といえば、この折にお任せだに。株売り始めてまだ少し。かわいい。さあ、今日も新鮮な株をどっさり持ってきてるだに。一株92ベルだけエンド、買っていきなさる？お、今回は買う時の値段がめっちゃ安い。買います。そんじゃ、いくつ買いなさる？一株92ベルだけエンド。10株単位で売ってるんだに。これはもうこれ以上はそんなに、ね、安くならんのじゃないかと思うけど、どうでしょう。80株ってことは、全部で7360ベルだけんど、それでええだに？オッケー。にゃはは、毎度あり。ありがとう、うりちゃん。さあ、これで。株株上がれ、上がるとええね。ありがとう。びっくりした、どこ行ったって思った一瞬。これか。80株。ふー。どうかな？ちゃんと儲かるだろうか。あ、何しようかと思ったら、鍛えてたの？あら、アイナさん、ご機嫌いかが？だってば。話に来たよ。今日も島に復活が心地いいと思わない？ふとした時に感じる潮の代わりに胸がキュンとなるの。だってば。いいね。詩的な表現だね。やっほー。アイス、いいね。オレンジっぽい色やね。あ、アイナちゃんじゃん。あは、なんか結構みんなさ、チョコアイスみたいなの食べよるけん珍しくない？お話ししよう。あたいはやっぱり晴れてる日が一番好きだな。太陽や月の光をいっぱい浴びたいもん。あは。いいね、いいね。お。あら、アイナさん、なのだわ。話しに来たよ。今日も島に復活がこっちいいと思わない？ふとした時に感じる潮の代わりに、ん、それはシャンティからも聞いたような気がする。そして、カジロー。やっほー。おはようさん。おめえも朝の散歩か？き。お話ししよう。そういや、家を出るときに紐だらけしたっけな。き。そういうのはちゃんと確認しときな。でも、ああいうのさ、なんか、お。
めっちゃ何回も何回も確認せんと気が済まん病気の人っておるっていうよね。さあ、この辺は売りさばいて。でもそういうのさ、あれやん。虫取り大会で出ていただきたかったわ。ね、虫取り大会で出て、ちょっと高額な値段で売れたらよかったのに。くそ、売ってきとくか。どうもー。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店ようこそ、ようこそ。どうも。アイナさん、いらっしゃいませ、ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。本日は日曜のため、株の買い取りはお休みですので、ご了承くださいませ。では何を売っていただけますか？とりあえずこの。あともう貝もいいな。うん。あとゲンゴロウもか。はい、どうぞ。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計8200ベルでの買い取りでいかがでしょうか。売っちゃいます。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ありがとう。ありがとうございました。ました。さあ、ってことでちょっと、私は新たにこのたぬきマイレージプラス、またなんかね、開ける項目があるんじゃないかということで、あの、河川工事のやつで、一部切り取ってみようと。戻したりもできるよね、別に。島クリエイター。アプリからのお知らせ。新たに河川工事ライセンスの取得を確認しました。プラスで工事の切り替えができます。詳しい使い方はアプリから確認できる、使い方を見るをご覧ください。島クリエイターを使って島の開発工事を始めようかな。始めます。工事の許可を取得しています。島クリエイターの準備ができました。工事中は必ずヘルメットを着用し、安全第一で作業をしましょう。どこに工事の許可を取りようんやろうね、これ。いまいちわからんねえけど。これで何をどうやって切り替えるって？よくわからねえ。プラス？あ、これか。河川工事ライセンス。これでさ、はぁ、すげえ、そしてほら、できたよ。たぬきマイレージプラス。さあ、これで、お、当たった。島クリエイターで島おこし。島クリエ、あ、なるほど、そういうことか。道、川、崖。各ライセンスの初回使用時。そっかそっか、一つにまとめられたのか。肩書き、流されやすいパイオニア。たぬきマイル1000マイルゲットー。そういうことだ。待って、これをさ、元に、びっくりしたはなぜ飛んだ？なぜ飛んだの？おー、ほらほら、崩した。これ、ここの部分もなかったよね。こんな感じやったかな。まあ。こんな感じで。あ、これで切り替えれるってことね。工事を終わろうかな。はい、終わります。終了手続きを行っています。工事終了の手続きが完了しました。またのご利用をお待ちしております。まあ、なんか、ああいう感じで、川を埋め立てたりだとか、逆に崖を削ったりだとか、いろいろできるわけね。待って、こういうところにも雑草生えてくるの？いや。砂の上に生えるなよ。そういうところちょっと考えてよ。ああいう風にもなるのね。なるほど。初めて知ったんですが。さあ、じゃあ、あとはもう、崖工事のみということか。で、それが、じゃあ開いてない部分は何なんやろう。謎。謎。メッセージ、あった。よし。はい、これで。拾ってくれてありがとう。
テレビで DIY 番組を見てたら、僕の DIY 魂に火がついて、こんなレシピをひらめいちゃった。僕しか知らないなんてもったいないし、作り方を教えちゃうよ。よかったら君も作ってみてね。職人のサンデーより、DIY レシピゲット。サンデー、ライオンか。積まれた本。もう知ってる。結構な数、もう覚えたってことよね。あ、アンチョビは外にはおらんかったんか。お邪魔します。おお、なんか作ってるじゃねえか。うんうん、いい感じだぞ。あ、独り言だから気にしないで。僕に何かご用でし。何してるの？今ね、よくある似合い石を作ってるところなんだよ。昨日夢の中で作り方を思いついたから早速作ってみてるんだ。僕が思いついたよくある似合い石の作り方、君にも教えてあげようか、でし。なんか似合い石めっちゃレシピが集まる。任せて。ちゃんとメモしてあるから、これさえ見ればバッチリなんだ。だって高い似合い石に低い似合い石があるし。僕にだって作れるんだから、アイナくんだったらあっという間にできちゃうよ、でし。普通ってどんなんやろ。逆に気になる。はい、よくある似合い石。ふんふん。よくある似合い石のレシピを覚えた。どんな感じ？よくある似合い石。こんなの。よくあるかどうかちょっとよくわからんけど。わからんけど、まあ、そんな感じらしい。あれがよくある似合い石で、これ低い似合い石、苔むした似合い石、高い似合い石。似合い石超集まるわ。ね、いいね、いいね。あ、見て。この間ゲットした、カカオの木？ここにちゃんと置いといたよ。やっぱね、カフェとかにいい感じに、青木やと思ったんよ。思ったんよ。いい感じやね。あ、ここね、一番目立つ場所やし、季節ごとに、ちゃんと変えていくのがいいね。この低木。良きじゃない？めっちゃ良き。私このね、ツイッターにもね、アジサイの花をね、アップしたんやけど、いいよね。梅雨って感じ。ほい！ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで、まあ、あと、崖の工事ライセンスを取って、次、どんな感じで崖ができるんかちょっと見てみたい。